前です。真ん中ディンディン、うわうわ、いやいや、これうわめっちゃ嫌。モテ期の人、モテ期経験者います？どうすればモテる？モテ体験あればぜひ。いけ今まで。いや、絶対です。絶対です。え、ちょ待って、ほんなら100回ぐらい来てますよ、絶対100回ぐらい来てます、絶対。どんなんやねん。じゃ、モテ期とは、あってなれへん。モテ期って何？確かに。もうまださ、ここさ、メールとかの時代やんな。そうそうそう。そうやね。SNS やけど。LINE とかないし。とかない。既読とかないから、もう。読んだか読んでへんかもわからへん。もう。なるほど。え、じゃあもう、メールでですか？メールでですか？メールでですか？そう、そう。メールでですか？あんまりメールじゃない。高校生で LINE できたけど。そう、LINE に切り替わった。でも完全じゃないよな。まだ、ガラケーのコーラーもおるから。え？だからなんか連絡網とかも、あの、メールを。そう。チェンメみたいなやつ。チェンメ知ってる？チェンメールですか？うん、そう、よかった。これ。すごすぎる。そう、なんかな、宛先に、その、送りたい人いっぱい貼って、もうほんまに。それでしかない。そんな前じゃないの。そんな感じだったんですね。で、モテ期は。いやいや、もういいやん。え、モテ期とかなくない？ないよ。何それ、モテ期は何人とも連絡取ってるとか、そっち系？そっち？でも、告られるってことは、ちょっと、なんか、こっちも素振り出してるってことやん。そうなん？え、だってさ、片思いいかもしれんやん。だってさ、ここの時代なんかさ、実際もう完全に分けた。分けた方だけどさ、分けた方だけどさ、もう、その子ってなったらさ、こう、もう友達とかに聞かない。知る情報なくない？そうそうそう。え、どうやって知ってたの？だってツイッターもないし、インスタもないから。あ、ミクシミクシは知ってる。え、知らんの？知らないです。なんか掲示板みたいな、なんかあれな。そうそう。なんか、言うたら、何々中学校の、この部屋みたいな。なんか、え、そう。怖っ。え、どういうことですか？え、なんか、ツイッターみたいな感じで。最初みたいな感じですか？ツイッターみたいな。ツイッターみたいな。みたいな。だから、すごい難しい。相手の情報を知り得るのがな。知らない人とあんまり、しかも、ミクシーとか、そんな繋がらない。なんかもう、知ってる子で、なんか、友達みたいな。今の。だから、マヤとココが友達やったら、あずきが、マヤめっちゃ可愛いみたいな言い出したら、私が頑張らなあかんみたいな感じ。あなたが頑張る。確かに私がもうマヤに近づく方法は、あんまりないね。そう、ないね。こう直接行きやんやん。好きやから。よし、気になってるし、恥ずかしいし、みたいな。どうやって電話番号聞こうかなって思ったら、ここと仲いい友達に。あ、友達に聞く。そうそうそう。とか、なんか、この子彼氏おるんかなって思っても、その、今やったらさ、インスタとか見たら、大体さ、彼氏おるんかなとかさ、わかりますもん。けど、昔別れへんから、そんな載せへんし。友達に聞かないと。前って彼氏おるんみたいな。難しい時代だったですね。そう。すごいじゃないけどな。だけど今はもうグループとかあるじゃないですか。あ、そうか。学校とかでも中学でも高校でもグループがあって、クラス、LINE グループね。そっからもう別に追加していったらもうまずいけるんで、で、そっからもう、確かに。トークとか。なんで、そんななんか、バカにしない。バカにしない。だって高校生ってさ、なんか、ちょっと恋の全盛期みたいなとこあるやんか。で、その時にもう LINE、フィーバーってるから。LINE フィーバーですね。Twitter と LINE ですね。じゃあ、大きいモテ期あったんじゃん。なあ、絶対あるな。え、モテ期とかじゃなく、その、知らん、え、この人勝手に追加されてるとか、わかります？いいねだけ押してくるとかやろ。そう、どうしたどうしたみたいな。誰みたいな。だし、なんか、LINE とかやったらめっちゃ喋ってくるくせに、いざ学校ですれ違う時だったらもう、あスルーみたいな、もうスルーみたいな。SNS の全然違うな。でも LINE で今日おったな、どこどこおったなとか、え何ってなりません？もうそんな感じ。SNS があったら何でもならないな。この前モテ期はない。
モテキもこれですもんね。モテキが今の感じですよね。モテキこれ？モテキがわからないです。あそうそう、何を持ってモテキとはやな。そこからちょっと時代が変化してきたので、モテキとは、モテキとはとはどんなことになってもいい、涙がこぼれた